さあ試合の方が始まりました。渋谷と夫婦が組んでいます。対戦相手は西尾とカナ旧 A2Z なんですが、まず飛鳥さん、はい、この一戦はどんな展開が予想されますか？そうですね、まあ、2勝だけがちょっとキャリアが上なんですよ、うん、まあ、フークもちょっと上ですけど、ハフトになってますよ、うん、まあ、でも同じ世代としてこの3人がですね、はい、フークはシビアにかな、うん、この3人がどれだけ熱さ勝負するかですね。風花さん、はい、風花さんはね、この1週前でドリームキャッチャーとやって、はい、結果的には負けてしまったでしょ、はい、この試合はやはり取りたいなっていう思いが結構強かったでしょ。そうですね、やっぱ同世代っていうのがすごい自分はもう意識してるんで、うん、負けたくなかったです。そうですよね、はい、飛鳥さんが渋谷にコスチューム変えましたね、はい、どうですかこのコスチュームは。なんかキレっぽく見えてやだ。キレじゃないからね。さあそんなこと言っちゃいけない。さあバックを取ったカナが腕をひねります。腕をひねってここはどうするか、手首を固めるのか。さあブレンバスターの体勢、いやボディースラムだ。投げに行ったのはカナです。抑えた。カウントはどうか。カウントは2カウント。なんかイメージ変わりますね、渋谷にね。ちょっとね違いますよね、いつもの渋谷ではありません。さあここはどうか。そのまま対応乗せて、カウントはしかし2カウントです。ここでさあフークのタッチ。でもなんかさっきの試合でも思ったんですけど、はい、フークはやっぱりうまく渋谷にこうリズムに乗せて、うん、連携うまくやってますよね。だからちゃんとね、フーカのことを引っ張ってるんですよ。フーカが渋谷のことをちゃんと引っ張ってるんですよ。ほうそれだけフーカさん、はい、試合に余裕が少し出てきた感じ。あんまりちょっとわかんない、まだいっぱいいっぱいなんですけど、結構ね連携とかいい感じだ、はい、あ本当ですか、ありがとうございます、うん、でも渋谷必ず試合は一番に出てくれて、うちがもう決めてくるから安心しとけって言ってくれるんですよ。頼もしいパートナーではありますよね。はい、まあ、そういった意味でね、飛鳥さんはねいろんな意味でたくさんの、ね、はい、選手とタッグを組みましたよ、はい、タッグならではという部分があるでしょ、はい、こういった試合を組み立てなさいっていうのはどうなんですか、タッグマッチの極意っていうのは。そうですね、まあ、いろんな選手と組んできましたけど、やっぱり基本はやっぱり中佐と組んでたフラッシュで、フラッシュガーズであり、クラッシュ2000であるので、うん、まあ、それに関して言っちゃうともう長年組みすぎてて、うん、やっぱお互いにこう言わずとして流れができちゃうところがあるんですよね、うん、ただやっぱりその他で組むとしたら後輩が多いので、うん、まあ、やっぱり自分のやりたい流れに、うん、相手に食い込んできてもらうっていうのが流れのが多かったですね。まあ、ノキアにしてもガミとも組みましたし、あとはブラディにしてもファミリーにしてもそうですけど、まあ、まあ基本は自分なんですよ。そのあたりどうですか、風花さんは。そのあたり、ね、聞いてませんでしたね。見てしまってました。見えてます、試合に見えてます、風花選手。さあパートナーの渋谷にはここからどうするか。対角線に振っていきますが、逆に振られる。いやこのあたりは攻防がある。あーコンプリートショット、そのまま抑えたのは渋谷だ。カウントは2カウントです。カウントは2。さあ自ら、あーしかしここは西尾に捕まってしまった。カナが飛び込んでいくが、うまく避けました渋谷です。さあ風花を呼び込んで、ここは2プラトンの攻撃。あーしかし足を払われた。西尾が足を払いました。さてこの木に花はどうするか。抑えているのは西尾です。上腕に向けて飛んでいくのか。あ、この中でヒップじゃないですか。あ、なるほどね。あ、出た出た、アタックが出ました。エプロンからのダイブ。あ、これは渋谷です。はい、使ったんだね。はい、使った。あ、そうですか。ここは渋谷に飛んでいった。おー、危ねー。見事なダイブ。その横で喜ぶ風花。さあ攻守は逆転します。中に入れますか。渋谷が中に入れた。さあそして今度は渋谷がトップロープの上に今上がりました。何を話すか。さあミサイルキック。元気いっぱいの渋谷、セカンドロープの上、さあ張っていく。さあ左右の張りすごいですね、なんかね。わお、すごい音、パコーンという音がしました。さあ渋谷の動きが少し止まってしまう。対角線に、しかしそこで、あ、まだわからない。抑えます。渋谷がどうや返せるか。返した。かつてこのヒップアタックをですね、うん、ジャガー横田選手が使ったんですよ。やりましたよね。で前日試合なんですけど、はい、私ロープ飛ばされて、あのヒップをこう胸で受けて、はい、勢いが良すぎてですね、はい、この胸の胸骨が出ちゃったことある。あららら、そ
それぐらいすごい今日。それを経験してるね、もっとカナのヒップアタックも打点を高くしてもっと突っ込んでもいいんじゃないかなという気がしますけど、ね、ああなるほどね、やはり同じ技でもね違いがあるんですね、角度とかいろんな観点でね。さあ抑えます、しかしカウントは2カウントです。西尾が返しています。さあ風花が中に入った。さあ踏み台を作って飛んでいくか、ああしかし残念ながら、ああここは西尾が勝ちます。西尾はさあ顔面ウォッシュを見せる、顔面ウォッシュを見せます。距離を取った西尾がさあ突っ込む。飛鳥さんは顔面ウォッシュは食らったことは何度かこれありますか。ありますけど、基本的には嫌いです。そうですよね、痛いですからね。さあここはどうか、渋谷が丸め込もうとするが強引にジャーマンで投げっぱなしだ。ああしかし飛鳥さん、これは強烈な角度でしょ。そうですね、投げっぱなしは今固めたぐらいの角度でしますね。さて渋谷が意識朦朧か、しかしああここは返す、粘り出てきましたよね。そうですね、相手を見れるようになりましたよね。さあセカンドロープの上からトップロープ、さて渋谷が先頭を狙いますが、ここは不発。そこに今度は西尾、風花も負けていない、しっかりとアシストをします。さあここはスモールパッケージホールド。さあこれでどうだ、カウントはしかし2カウント、カウントは2。さあ逆さ抑え込みだ、逆さ抑え込み、渋谷どうだ、カウントは2。風花さんはこの時何を感じてましたか、いけるかなっていう感じ。それもあるんですけど、ちょっと渋谷のコスチュームハプニングがあって、はい、胸のパッドが全部出ちゃったんですよ。あららららら、それにばっかり目がいっちゃって、あららら大変ですねこれね、はい、身も気にしてる、はい、そうですか、そんなアクシデントがあったんですか。さあここはどうだ、いやまだ気づいてない、気づいてないです。あそうなんですか、あららね、まあいろんなアクシデントがありますからね、もう無我夢中です、無我夢中。さあロープに走る、あーっと顔面だ、顔面を捉えた、そのまま抑えたのは西尾、しかしカウントは2カウント。さあ渋谷に対する応援も多い。さあここは狙うか、タイガースープレックスを狙いますが、これを返した、いやー渋谷どうだ、さあ裏勘だろうな、抑えた、どうだ、カウント惜しい、いやしかし惜しかった。あれちょっと渋谷裏勘なんて使ってたっけ、初めて使いました、ね、はい、こんなことができるようになったんですね、すごいわ。さあ今度は風花がいきます。さあマイケルを離す、蹴りには定評があります風花、カリマサメだ。さあここで出すか、待ってシクソンレンで顔面も捉えた、セカンドロープの上、早いミサイルキック、そして抑えた、これでどうか、カウントはどうだ、カウントは2カウント。飛鳥さん、ここチャンスですよね、はい、そうですね、風花は今攻めどころにこう無駄がないですね。おさあ先輩からのアドバイスがあります、しかしそこを逆についていったこの西尾、先輩格がセカンドロープからトップロープの上上がってどうする、ミサイルキックだ、これまた強烈、さあ抑えた、カウントがだ、カウントは2カウント、なんとか残します。風花胸のあたりをちょっと抑えた、さあロープに送るが逆に今度は風花、このあたりの攻防がある。さあフィッシャーマンズスープレックス、さあどうだ、あっと惜しい、カウント2、あの技が流れていくようになりましたね、前際ね。あさあ右のハイキックだ、そしてさあマヒストラル抑えるか、風花が抑えた、どうだ、あ入ってくる、カナが入ってきます、まだまだ分からない。あ今度はあのコスチュームというか T シャツ着たんですか、しかも最後っぺ着てますよ、ね、あれはどういう意味があるのか、意味はないのかもしれませんが、うわ正面からのトラップキックは強烈すぎる。さあここはどうするか、もう STF のような状態で締め上げていきます。西尾リバースハイパーホールド、これでどうか、あ苦しそうな風花どうか、しばらくもうちょっとね距離がありますからね、あなんとか渋谷が入ってきた。風花さんこれかなり効いたでしょ、はい、もう全然逃げられなかったです、あ危なかったですね、しかし、はい、いいアシストがありました。でもなんかこの超盛り上がってる試合の盛り上がってる2歳ごっぺの敵じゃないですか、渋谷がね、あれに渋谷らしいカウント、はいここはもう佳境に入ってきたか、あーローリングソバット、スピンキック気味に入って、ここでどうだ、あ渋谷に間に合った、
カウントは2カウント。そして今度はカナが行くのか。ん、渋谷が心配そう。さあヒップアタックでまず蹴散らしておいて、カナが、さてヒップアタックを放つ。ヒップアタックを放っていきます。さあカナ決めろという、客席から。今度は渋谷、あっとこれは同士打ちか。さあ厳しい局面ですね、これね。食い込み気味に入りました。そうですよね。さあかなり厳しさを増してきたブレンバスター。いやファルコンアローだ、ファルコンアローだ。そしてカナがボディープレス、これでどうだ、抑えた、返せません。さあまず一言風花さんお願いします。悔しいです。悔しい。さあそして飛鳥さん、まあ、これは絶対に悔しいと思って正解ですね。やっぱりやられたことはやり返す、風花にはそれがいいんです。なるほどね、はい、残念ながら勝利を挙げることができませんでした。福岡です。